これは近鉄五瀬線の線路ですね。あ、面白いな。ずっとまっすぐ一直線ですね。すごい線形だな。もう見渡す限り全部ずっと先にね、一直線。これだけ線形がいいとですね、運行するのもね楽でしょうね。本当になんか A 列車で行こうで最初のうちにザーッと引いといたみたいな感じですよね。反対側もずっと直線ですもんね、確かにね前回乗った時にね交差線ってあんまり揺れやんかったなっていうイメージはありますね、あと多分単純に多分レールがねガタンゴとならないねレールを使っているはずなんですよ近鉄って。こういうところでもですので、シャーッと走ってきますからね、特に直線のところでは。駅はどこかな、こういうところでね、普通の頭のいい人なら、ね、Google マップを見ればいいわけですよ。ね、現在地からこっちの方角ですよってね、出ますからね、まあまあ、ね、ですけど、せっかくなんでぐるぐる見てこいじゃありませんか。狭いけど、この道沿い行けばいいのかな。なんか警察の人に、駅ってどこなんですかって、ね、聞くのにね止めるのもなんか悪い気もしますし、あ、でも警察ってそういう役割あるか。ね、町の交番に行ってね、道に迷ったら町の交番に行ってね教えてもらうなんていうね、最近は聞かなくなりましたけど、でもそういうのがありますから、すっかり片田舎のところに来ております。でもここに福通さんの、福山通さんのね、トラックヤードなんですけど、まあバイパスがありますからね、もっと平和な朝の一つ、朝という時間でもないですからね、もう。あ、でも、宝石駅の方が近いかな。あと、こっちは本数が少ないですからね、多分宝石駅でしたら、特急もね、停車しますし。あれでも全特急じゃないのかな。どうかな。シャクトルの前に全部止まるか。止まるな。宝石は止まりますね。あ、にゃんこ消えましたね。お、この狭いところ、狭いところちょろちょろ行ってますね。まあさすがにゃんこです。こっちから現れるかなというわけでもなさそうですね。お、電車の来る踏切の音が聞こえます。これまずいな、間に合わねえだろ。あ、やばい、これ五瀬行きの方ですね。後ろから聞こえますね。あ、いい勢いで五瀬行きが行きましたけど、あんだけの勢いで行くってことはまだ駅まで遠いんでしょうね。あれ、やっぱし Google マップ使いましょう。Google マップ片手で操作するとき用にね、あれが欲しいんですけどね。あ、新庄駅まだだいぶ南だわ。全然南ですね。あ、これは大変だ。ってなってるけど、あ、新庄駅で入れ替えするのかな。そんな構造でしたっけ。わあ、これまだちょっとありますね。せっかくだからこの踏切取ってみます。ちっちゃいな。
気をつけてね。おっとっとっと。この近畿無線ですね、その位置。尺度第12号っていうみたいですけど、かなり古めかしいね、非常ボタンがこの辺りもありますけど、どうせもう電車行っちゃいますからね、しばらくあれです。これは1913ベイって書いてますけど、多分1913メーター。あ、で、これがこれで1キロってことか、米の線で1000メーターってことですよね。あの米っていう字をね、メーターの代わりにね書くっていうのは昔あったとは聞いてますけど、面白いですね、こういう初めて見たな。まあ近鉄の駅は探せばあるかもしれません。これ駅、あのこの石杖とかでこういうのはね全部ねむき出しになってて、こういうのも面白いですけどね。あっちの奥にあるな。もうちょっと歩かないといけないみたいですね。うん。歩いてたらだいぶ先も抜けてきましたね。よし。一歩きってすると違いますね。まあね、今回ね、運転企画じゃないですから。ね、酒のことってもね、法的には問題はありませんからね、から動画の質は保証できませんというだけの話ですからね、ここはでも広いですね。なんでしょう、伏線でもできそうなぐらい広いけど、何かの設備あったんでしょうか、ここから先は昔から敷地で撮ってましたって感じですもんね。あそこみたいです、三日市みたいですね、あの近鉄の方の、で後から作ったって感じのこの白いコンクリートのやつ、これは多分 ATS の装備なんですかね。そのままするとあそこに伸びてってますもんね。とにかくほんちっちゃい雰囲気が多いですね、ここの辺りは。ね、両者も進入禁止になってる。この辺りは新城町。なんでしょう、上から桂木市って書き直したんでしょうけど、それが消えてるんですね。おそらく、桂木市は旧新城町という。ね、いくつかのまた合併して多分桂木市ってできたんですけど、それからも、桂木市は時間が経っているので、その文字がね、すすけてまたその昔の、名前をこうしてね、看板などから復活をする、それもまた、歴史を感じるところではないでしょうか。どうでしょう、どうでしょうね、のどかです、そう、あの週末フリーパスでね、今回来てますんで、桂木山ロープウェイ 50% 割引に乗れるんですよね、じゃあせっかくなんでっていうことなんですけど、まあ綺麗。でもあんな山の上にも建物あるんですね。あんな台とかに行けるのかな、ロープウェイ使って。これめっちゃ狭いですね、低いですね、下したら 1.6m。 あの下で列車取ったら迫力ありそうですね。こっちして駅舎向こうな、あ、駅舎向こうっぽいな。渡りましょう。 1.6m はすげえよ。私が 1m77 ですか、これ。例えば私ピンってしとったら頭を打つんじゃないですか。私ピンとしてみましょうか。当たりますね。ああ、これは低い。これあの近鉄宇都宮線の
宇都宮線のところ行くね。ああもうこれ本当だ。なんとか頭打たないけど、まあ、これここ列車走ってくるすげえな。うん、手伸ばしたほら見えちゃうじゃん。うわちょっと危ないからこんなことしちゃいけませんけどね、列車来るときに、うわすごいな、こんな低いのあります。そう、近鉄の、日永4丁目、宇都宮線、おぉ、いや、ほんと頭を打つんですって、これ。普通にしとったら、すげえな。これは低いな。あ、書いてありますね。桂木市柿本です。やっぱった。なんか、桂木市のマスコットなんですかね。勝田木さんとか言うんですかね、勝田木さん、勝田木さん欲しいんですけどね、観光的には勝田木来ないですよね。天木さんもね、二人来たんですけどね。ああ、そうですよね、まさかあのトラックはあそこくぐれないですもんね、だからそこに用事があったと思うんですよね。さあなんて話をしていたら、これでここが新庄駅なのかな、ここは渡っといた方がいいもん。これ、もう郵便屋さんが配ってますね。日曜日ですからそこ入るか。そういえば電動バイクがなんかいっぱい普及するらしいですね。今後普及させるということらしいですけどね、それぐらいパワーあるんでしょうね、持続距離と、どうなるのか、気になるところではあるんですけど、結構まあ大変ですからね、あれ重たいね、紙なんでね、言うてね、まあ、センサーは重たいけど、まあ、もちろん30キロ以内とかね、そういう規定があるんですけどね、あちら郵便局にはね、必ずね、出てくところにね、体重計が置いてあるんですよ。でその体重計で、測って、30キロ以内よしみたいなね。125cc やったら60キロでしたっけね、っていうのがあるんですよね、その重さ以内になってんで、それ加速さえしてないかっていうで一応確認するっていうねルールがあったりするわけなんですよね。コミュニティバス、まあまあ走ってるみたいですね。これで近鉄新庄駅、ね、やっぱ新庄と新庄間違えちゃったもん、やっといた方がいいかな。じゃあ3回ってあれごっちゃになってますけどね、もうね茶番やる気も起こらないんでね、じゃあここから新動画で新庄